はい、今回紹介するトミカプレミアムはこちら、スバル WRX-STI NBR チャレンジです。では開けてみましょう。2つ入ってますね。入っていたのはこのこちらの本体とリアウィングが別々に入っていました。これは本体側ですね。こうか、リアウィングですね。 STI パフォーマンスというロゴが入ってます。取り付けるだけみたいですね。じゃあ早速ポチッと取り付けていきましょう。こうですね。 NBR チャレンジの NBR が何なのかというと、ニュルブルクリンクの略称になってます。というのも、ニュルブルクリンク24時間レースに参戦したモデルになっているからです。まずフロントの部分から見てみましょう。グリルのところにスバルのエンブレムと、あと STI という文字が書かれてます。で、下の部分、フロントアンダースポイラーがこうついてますね。そして、フロントライトの部分なんですが、こちらはシルバーで塗装されてます。このトミカプレミアムの場合はダクトの立体感はあるんですけれども、穴までは開いてないですね。そしてこのフロントガラスのところとフロントウィンドウ、リアウィンドウですね、あとリアガラスの部分はクリアパーツになってますので、中の部分も見ることができます。でちょっとカメラだと見づらいんですけれども、左側ハンドルで、左側の部分のみシートが、運転席側の部分だけシートがあります。であと中の部分は、あとはこれはあれですね、ギアまでは作られています。でボンネットの部分にもスポンサーの名前とですね、あと STI のマークと、あと赤い、塗装がされてますね。そしてサイド部分はこのようになってます。このダブル R ブルー、スバルブルーのボディに、白い STI のロゴがかなり目立ちます。あとタイヤもですね、ファルケンのタイヤをこの車両は使っているので、きちんとここら辺も再現されています。そしてホイールですね、ホイールも結構デザイン的ですね。これは洗車するとき洗うのが大変そうです。で、リアの部分はこのようになってます。やっぱりリアの部分はこのリアウィングがかなりやっぱり特徴的ですよね。この、空力抵抗を考えたデザインになってるんでしょうが、やっぱりインパクトがものすごくある部分です。で上から見たらこんな感じです。これはシルバーで塗装されてるんですが、結構テカってますね。高級感があります。でこちらのギミックなんですけれども、サスペンションのギミックがついてます。このサスペンションのギミックですね、こうですね、前の部分とあと後ろの部分がこのようになってます。でフロントと後ろの部分両方、もちろんこういう風にですね、走らせるのも可能です。通常の WRX-STI との大きい違いは、実車で言うとパワーが変わってきます。通常モデルが308馬力なのに対して、こちらの NBR チャレンジ仕様は340馬力になってます。下回りの部分ですね、こうです。62分の1のスケールになってます。はい、今日は
トミカプレミアム、スバル WRX STI NBR チャレンジを紹介させていただきました。スバルブルーと呼ばれる WR ブルーのカラーがとても映えるデザインの車両になっていると思います。概要欄にリンクも貼っておきますので、もしよければチェックしてみてください。本日はご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。